チャンネル。 DMM 全長部熊谷です。伊藤夏樹です。河本です。お久しぶりですね。なんか戻ってまいりました。どっか行ってるわけじゃない。何してるんですか普段？ TikTok 撮ってます。私 TikToker になりました。お小遣いもらえるようになったんじゃないですか。だから YouTube だったら広告再生回数に応じた広告収入みたいな YouTube から入るじゃないですか。あれが TikTok もスタートしたみたいな。あ、そうなんですか。聞かれても僕は TikTok めちゃくちゃ疎いですから。ということで今回のテーマはですね、新社会人向けウェブ会議商談で好印象を与える方法ということで、時代背景もありだいぶオンラインもろもろ増えてるわけなんですけど、新社会人の方とかにですね、有効に使っていただけるようなお題というふうになってます。今年は多分新入社員の方とかもかなり入社直後からリモートワークですみたいな、会議もほとんどオンラインですみたいな方もかなり多かったんじゃないかなと思うんですけど、浜さんも結構やりますよね、やっぱりオンライン打ち合わせ。僕はずっとですけど、より加速した感じはしますよね。ということで、そんなオンラインをずっと先んじてやっていられた先駆者の鴨本さんに、はい、オンラインミーティング、会議、商談で失礼にならないというか、好印象になるようなテクニック、秘訣を教えていただければというコーナーになっております。はい、基本的なウェブ会議のマナーを学んでいきましょうということで、項目3つお伝えします。まず資料の準備ですね。これ別にオンラインに限らず、会議は資料準備してないって話にならないので、しっかりやりましょうと。あとは接続状況確認ですね。自分の特に接続。何かしら切れてしまうと進行止まってしまって、しっかりとした Wi-Fi の通信の環境というのを作っておく。あと結構セキュリティですかね。なんか一時期某 Zoom とかでも知らない人が勝手に入ってきちゃってとかっていう、はい、ちゃんとパスワードかけておくとか、結構やっぱ会議重要な情報を話すこと多いと思うので、セキュリティちゃんとしましょうっていうのが基本的な3つですね。鴨本さんご自身でこうオンラインの打ち合わせとかされるときに必ず事前にこれチェックするとか用意するとかなんかありますか？早めに入っておきますね。あ、はいはいはい、接続できませんとか、はい、そういうのってすごい仕事できない感が出るん で、 そうですね、これまあ社会人の人は絶対徹底しなきゃですけど、接続できなかった自分の家の環境のせいでとか、うん、それも全部自分のせいなんで、接続できないのは誰のせいでもないわけじゃなくて入れないやつのせいなんで、だから遅刻と一緒ですね。オンラインオフライン関わらずではあるんですけども、オンラインの方がよりアイスブレイク的な、要はなんか雑談みたいなのは減る傾向があるんですね。めっちゃ分かります。入って最近どうとかそういうのあんまりなく、やっぱりリモートだからこそ要件をちゃんと明確にしなきゃいけないので、会議始めるときに必ずこの会議この打ち合わせの目的は何と何を決めること、あとはこれについて意見交換をすることですみたいな、その事前に暫定でもいいんで決めることってめちゃくちゃ重要だと思います。オフラインだとその場の流れとかで結構なーなーでやりがちなんですけど、オンラインだとやっぱそこを徹底してないと何のためにこれわざわざ繋いでるのかよく分かんなくなっちゃうんで、そこはすごい重要。オフラインは顔を合わせるっていう、そのなんか単純接触効果みたいなところも一個価値ではあったりするんですけど、オンラインはそうじゃないので、会議の目的っていうのを必ず明確にして、まあ、ファシリテーション力みたいなのがより一層求められるようになったんじゃないかなと思います。確かにうちも結構まあ営業の面々含めよく話すのが、オンライン商談になって雑談減って、1本あたりの商談の時間短くても済むようになった。なんでかっていうと、まあ、もちろんいろんな理由があるんですけど、オフラインだとわざわざそこに集まってるんで10分話して解散だとなんかもったいない気がするんですよね。移動時間とか含めて、ね、オンラインって別にパッと始まって要件終わったら大体切るじゃないですか、うん、で会議室もオフラインだとなんか1時間取るとか予約するとかやってるんで1時間使わないとなんかもったいない気がしたんですよ、はい、そういうなんか余計な変な演出が入ってくるんで会議が無駄に伸びちゃうんですけど、オンラインそういうの全くないので話し合いが終わったら切る以上みたいな、オンラインで多分時間何時までとか気にする人いないと思うんですよ。これはすごくいいことだと思うんで、無駄なものが減った分合理的に進められる準備もちゃんとしなきゃいけなくなったっていうイメージですね。会議中なんか話し方とかのところでの注意点みたいなところに行くと、ミュートちゃんとやってもらわないと困りますよね。あ自分が話してない時をミュートにしておいてもらわないと結構ノイズ入ったりとかするので、結構これオンラインで気をつけないといけないマナーかな。複数人数だとそうかもしれないですね、はい、オンライン選考とかでそれこそ複数人数グループディスカッションとか見てるとあるので、多分オフラインだったら多少話し方とか話すタイミングかぶっても、あどうぞどうぞってなんかスムーズにいくんですけど、オンラインだとあどうぞいやどうぞみたいな、ちょっと若干ラグあるじゃないですか、はい、あそこでなんかスムーズさを欠いてしまうみたいな結構あります。間をちゃんとこう区切って話すってすごく大事な、手挙げてこうやって話すとかいやなんかこれすごい恥ずかしいですけど、でも実際そんぐらいやった方がいい場合もあるぐらい、結構あのラグ鬱陶しいですよね、うん、声大きめ明るめにするのと、なんか照明の当たる場所とか
気をつけないと、なんかすごいこう表情暗く映ったりとかってあるあるなので、どこに自分が身を置いてポジション、パソコンやらスマホやら取るかっていうところと、声はっきりめに大きく話さないとなかなか聞き取れなかったりするので、その辺はなんかこう会議中の注意事項ってことですかね。オンラインもそうですけど、その場で話したことをチュ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 ってメモったりとか、アジェンダからその議事録、議事メモみたいな感じにまとめといて、はい、終わった後そのなんかズームだったらズームのグループでピッて送るとかっていうのはめっちゃ仕事できる人だと思われるんで、うん、そういうのはかなりおすすめです、ね、若手で気を利かせられると仕事依頼しやすいですもんね。そうするといろんな仕事がこう任されてきて、自分の経験値が上がってっていう、こうやっぱりいいサイクルが入ってくるんで。最近僕も若手にブチ切れたことがあって、会議とか打ち合わせに手ぶらできて、はい、メモもないパソコンもない、でも話は一生懸命聞いてる、お前だったら俺が後から共有するから来んなっていう、要はなんか来るんだったら必ずメモるかパソコンでメモってるふりをするでもいいから、やんないとマジお前カカシかって言ってオブジェオブジェってなっちゃうんですね。これ意外と若手の人って、これすごい、まあ、僕が言うのもちょっとおかしな話かもしれないんですけど、メモってる感、特に古い人ほどですね、ノートでちゃんとメモってないと話してる相手が好きになったりするもんなんですよ、うん、今でこそスマホでちゃちゃってメモる、これ若者同士だったら当たり前なんですけど、うん、これすらもちょっと失礼に当たるって思う人もいるんですよ、やっぱりまだ。なので打ち合わせは基本的に紙のノートか、うん、まあ最悪パソコンでちゃんとメモってる感を出すみたいな、うん、この立ち回りは若手の大学生同士のコミュニケーションとちょっと違うので注意してほしいなと思います。今ってあれなんですかね、大学の授業とかもオンラインになる前ってパソコンでみんなノートとか取ってるんですかね。僕は確かそうですね。あ、本当ですか。持ってメモってました。多いですね。レジュメをもらってそこに書き込むか、自分でノートを用意する派は結構少ないかもしれない。いや、どうなんですか、これ分離の違いなんですかね。なんか数式とかがすごく多かったんで理系で、だから紙でみんなノート取ってたのか、もしくは単に世代が古いのか両方です多分大事なのは相手が古い人なんで。みんなそうですね、古い人に合わせないといけないパソコン、スマホだと他のことできちゃうんでね、他のなんか違うことやってるんじゃないかって疑わしくは思っちゃいますよね、うん、どう考えても。あとそいつのキャラクターにもよるんですけど、はい、まあ、僕自分で言うのもんですけど、僕が古い人相手にそういうのやってもなんか YouTuber とかよくわかんない最新のなんかやってるからなんかそういう世代なんだろうって思われて許されがちなんですよ、うん、僕は。だけどそこらの認知がない若者がやったらただ生意気なやつになっちゃうんで、キャラクターとかも結構あったりするんで、僕がやってて OK だからといって後輩がしたら僕切れるんですよね俺だから許されてるんだって理不尽なんですよ最後その他、ウェブ会議をスムーズに進める上のテクニックというところなんですが、タモさんもおっしゃっていただく通り、まあ、アジェンダをしっかり共有しておくと、まあ、これはあれですかね、終わった後の議事録というよりは事前にこういう趣旨こういう内容の打ち合わせ会議という、まあ、目的ちゃんと共有しておくと。あとこれスマホでも PC でもそうなんですけど、 LINE とか Facebook メッセンジャーとかメールとかの通知音消しておかないと結構これノイズになったりとか音そのまま入ったりとかするんで気をつけた方がいいですね。簡潔に話すと、一文一文短く話すっていう風にしないと、まあ、より伝わりづらさが出てしまう、そこは要注意というところですかね。めっちゃ超重要ですね、はい、オフラインも大事なんですけど、うん、オンラインで例えば、まあ、よくあるのが、じゃあ例えば伊藤さんに、伊藤さん来週内定チャンネルの司会ポジションやれますかって聞いた時に、それはちょっとできないですって言ってくれる方が楽なんですけど、すごいまどろっこしい言い方をして、私もよくそういうご依頼はよくされていて、でなんかその中で真ん中のポジションで座るっていうのは結構私的にも気持ちが結構楽かなと思うんですけれどもその中で相手やっぱ司会っていうポジションをお願いされるってなると、私としてはなんか今後はやっていきたいなとは思うんですけれどもみたいな言い方する人多くないですか、はいはいはい、今やれってなるとちょっと厳しい部分はなくもないかもしれませんみたいな言い方する人多いんですよ、これ意外と、はい、断りにくつらいからって言ってそれをオフラインでやられてもムカつくのに、オンラインでやるともう何なのプツプツなるしみたいな感じになるんで、一文一文短くやりましょうっていう話で、今僕言ったの結構ギャグっぽいですけど、世の中結構多いですからね、こういう人。確かに。っていうところを気をつけましょうと、はい、結論ファーストで話しましょうね。本日はありがとうございました。ありがとうございました。